いきます。はい、レディー。ボナーチャンネルのマサです。ボナーボナ。皆さんね、バイマックご存知でしょうか。なんか100円プラスするとパティとかが倍になる。以前水溜りボンドさんの企画をね、思いっきりまるまるパクってやった早食いあるじゃないですか。ありますね。だからビッグマック早食い。そうそう、だから倍にしてやったらどうなるのかってやろうと思ったんだけど、絶対これ誰かやるなと思ったのよ。あん時も結構いたからね。そう、ガリガリ君的なね。そう、うん、倍でやったら何分かかんの系なのは出ると思ったんで、うん、今日10倍でやります。バカでしょ。買ってきましたよ。はい。あー。俺これ思いついた時は早食いのイメージでやったのよ。大食いです。大食い、大食いですよ。コーラが M サイズだと325ml らしいんだよね。まだ3リットルだよね。ポテトが135g。 1キロちょっと M サイズなのよ。で135で、 L サイズ換算だと L サイズ7個と M1 個でちょうど10個分になるの、うん、木下優香さんの動画。木下優香チャンネルです。主役。そう、一番マックでうまいメニューじゃん。そうです。これ倍にしたやつですね。残りだから16枚肉が足りないと。本当バカなんだよ。ハンバーガー8個から来ました。これだって店員さんね、ハンバーガー8個全部パティ倍でお願いしますって言ったら、ホールっていうの。ハンバーガー8個全部パティ倍でお願いします。ヒーみたいな。ヒー。驚いた。驚いたね。ポテトもさ、こうやって入れちゃうの。そうだ。ギリギリやん、これ。これやばくない？やばー。はい、本体です。上にだから10枚、下に10枚です。そうですね。でも俺これを前にしても思うけど、これ食えそうだもん、逆に。前俺らのタイムが3分半ちょいぐらいだったのよ。だから目標タイム35分にしよう。ああ、まあ確かに10倍ね。絶対そんなうまくいくわけない。だから俺は最初食うつもりでいく。あ、一人で全部、うん、あ、オッケーあ、いいよいいよ。無理になったら呼ぶ。あ、いいよいいよ。いや、やめよ、呼ばない。まだ呼ばない。だからマサは応援する係です。オッケー、はい、いきます。はい、レディー。始めましたね。あー、コーラなあ。あー、これうめえ。赤髪上の方の代表、ゆうや。フェー。うるさい。肉きつ。早速すぎるだろ。まさかね、やっぱ何もないとあれなんで、ちょっとポテト食べていくことにします。ありがとうございます。待って、一番上はさ、パンだったらよかったけどさ。食べてもらっていいですか。はっ、早っ。まだ食えるけど。え、何？バーガー？うん、全部。賛成します。無理。あの、企画変更、2人で35分以内を目指す企画になります。おお、結構入れました。肉が5枚。いただきます。ビッグマックってこのタルタルがさ、うまいよ。うん、食べてないけど。俺その部分食べてないんだけど。やばいぞマサ、10分経過した。3分の1か、うん、約3分の1。10分ちょいでもうきついんだけど。やばい、肉気持ち悪っ。
超やばいんだけど。やばい。出た、ゆうや、大食いした後のゆうや、一言も喋れなくなるゾーンだ。待って、気絶しそう、きつくて。ガチじゃん、ガチでやめてね、それだけは、本当に。ここなら一緒、まだ。いや、ダメダメダメ。あの、俺が住んでる地域内にさ、怖い怖い怖い。ラスト一つ。お、ネガス。は？おー、なんとか今ね28分です。よーし。28分でハンバーガー完食。こっから加速かけてね。まあ、35分無理かもしれないけど、行きましょう。行こう。うん、おっこ、うん、19時間ほぼジャスト、紙一重か。はい、ということでね、早食いは無理でした。なんなら大食いもその日中にはできませんでした。ごめんなさい。まあでも食べきりました。食べきりました。ありがとうございます。まあでもね、いい経験できたんじゃないですか。こんなコーラ、こんなポテト、こんなハンバーガー食べたことないでしょ。確かに。はい、本日も動画最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。ぜひチャンネル登録のフォローよろしくお願いします。ありがとうございました。すごくない？開始してからずーっと押してたんだけどね。19時間、ね。